ほどアイブロウを買ってきたので開けてみたいと思います。日本から持ってきたアイブロウがですね、こんな感じでちょっとしかないので、さっき新しいの買ってきました。これです。開けています。やっと開きましたね。こんな感じです。こうやって繰り出すタイプですね。まあかけますね。まあ、本当はペンシルタイプを買おうと思ってたんですけど、なんかペンシルを買って削る鉛筆削りが見当たらなかったので、どうしてんだろう、ナイフで削ってんのかなとも思ったんですけど、まあ、ナイフだとしたらちょっと今買ったナイフをカッターを持ってないので、まあちょっとペンシルタイプより高いですけど、日本と同じタイプのこの繰り出しタイプのアイブロウペンシルを買いました。細くていいですね。どこのブランドかはちょっとわからないです。ブルネッテかな。日本では見たことないメーカーのアイブロウでした。でもメイドインチャイナですね。ブルネッテかな。インクレディブローって書いてあります。今使ってるのがなくなったらこっち使ってみようと思います。すごく細くて軽くていいですね。